和光凛凛ということでありがとうございます。もみあげ薄いから口周りと、顎が濃いんで泥棒みたいになるあ、そうなんですな。うん、まあうまくね毛をあのひげを生やすっていうのはね結構ね、まあ元々生える形がね重要だったりするんですけどね。うん、ということで、職業マギアですよね、和骨ということでマックさんいらっしゃいませ、監督和骨ですということで分担さんいらっしゃいませ。うん、お隣さん問題ねまだまだあるんですけど、まあ10時まではね別に気にする必要ないんじゃないかというね、まあ町内会内での、お話の方は出てたんで、うん、まあ大丈夫だと思います。一応聞いてみました、町内会の人にね、あの夜ねうるさく、してるわけじゃないと思うんだけど、まあ何かね音が、うん、それは仕事じゃない、日課で趣味です。いや仕事ちゃんとしてますよ私ね。うん、まあ一応聞いたんですよ、会う機会があったんでね。いや違う、町内会のね、あの知り合いにその町内会長さんがいるんで、その人にね聞いてみました。一応ね、まあ夜ね少しね騒がしくすることってやっぱあると思うんですが、まあなんて言うんだろうね、何時以降はねやっぱそういうのもしまあそれで気になってね、眠れないなんて言われてしまう場合はね、何時ぐらいがやっぱしまではやっぱ自分は騒いでるつもりはないんですけどねとかいうね、だいぶ前置きを置いて聞いたんですが、あ、そうなんですか、ゲームスパークさんにねリツイート、まあそれは結構な人数の方にね知ってもらったんですよ多分。うん、いやちょっとねおかしい部分もあるんですよ正直ね。8時とかね9時とかでもね来る時ありましたからね。まあさすがにね深夜の2時とかはねさすがに私もね、それは言いませんというわけでボックスさんねお風呂の方行ってらっしゃいませ。ではねそろそろ、もう人も集まってきましたからね、今日も皆さんと一緒にナックのもね楽しんでいきたいと思いますよ。そうねちょっとね、もちろんそうなんですよね。だからちょっとねなんでなのかっていうのはね理由がよく、あ、しまった、あーすいませんでした、ちょっと待ってください、申し訳ございません。皆さんね、しっかり準備してたと思ったんですがまだ準備してませんでした、ちょっと待ってください、すいません。はい、そうなのよね、だって前置きもしっかり慎重に置かないとね、何をね、原因でいろいろ言われるか分かりませんからね。よし OK、よし、お待たせしました。ではね、そろそろやっていきましょう。これですよね。で、プレステ4の起動を落とす。はい。精神病の。ああ、起動はもうさしてるんだね。夜中のチャイムで出てたら、どうして怖い話を思い出した。ワーコーツ監督か。それ怖いですね。よし。はい、ワーコーツ監督、風ですかということで78番さんいらっしゃいませ。ん？風に聞こえる？うん、全然風も引いてないんだけどな。うん。あ、そうなんですね。まあぜひね、私と、一緒にね、プレイしましょう。うん。まあプレステ4の方ね、購入してる方はね、ぜひ、フレンドね、メール送っていただいたら、ナックなんかでね、いろいろ、フレンドを増やしておくとですね、恩恵を受けることができるらしいんで、私のね、プレステ、ネットワークの ID なんかはね一応コミュニティ詳細の方に書いてあるんでね、チャカスマインドって打ったらね多分できると思いますんで、ちょっとねそちら、そうね、でもね次世代機にしては安いんじゃないかな。うん、3月から暇なんですが何したらいいですか。そうですね、暇なんだそれは全然かっこよくないぞ、かっこよくないぞ。よし、じゃあ行きましょう。もうちょっとね皆さんの皆さんのコメントがねちょっと異次元すぎてねついていくの精一杯です。では行きましょう。使えないって本当ですか？え、本当ですよ。今はねまだなんか今後ね対応していく予定はね、ないそうですよ。よし、じゃあ行きましょう。じゃあね、ちょっと一応、YouTube のためにね、もう一回だけ最初のタイトルコールの方ね、しときましょう。うん。はい、というわけで、今日はですね、ゲーマーズジャングルドキドキワクワクランラン放送局の方で、プレステ4ナック、俺は監督、こんなカジュアルゲーム、難易度ハードでクリアしてやんよ。難易度ハード、2日目の放送ね、していきたいと思います。そうね、プレステナウっていうね、あのクラウド機能対応がされるまで、あ、わかりました。ご飯の方行ってらっしゃいませ。88番さんありがとうございました。
プレイステーションナウっていうね、クラウドでゲームをねやっていくっていう、そちらのサービスがね始まるまではですね、一応プレイステーション4ではプレイステーション3、プレイステーション2、プレステ1のね、ソフトはですね動きません。あ、フレンド依頼が来た。ちょっと待ってね。誰だろう。ちょっと待ってね。この方がね、一応そのフレンドとしてその私歩いてるね。ちょっと待ってね。フレンドメールが来ちゃった。一応私の放送では結構そのあ、本当に？ありがとうございます。一応私の放送では時々ね、出るんですよ。その、フレンドの ID がね。それは構わない方なんでしょうかね。一応そちらだけ言っときたかったんですよ。すいません。OK、OK。よしよし。じゃあ行きましょう。これでいいんだね。よし。では行きましょう。すいませんでした。お待たせしました。一応ねうちのコミュニティでは、まあ、基本的には ID なんかね。あ、本当ですか。あ、本当ですか。ありがとうございます。というわけで92番さんいらっしゃいませ。ではね一応やってみましょう、うん、え、お隣さんやめてください。怖いじゃないですか。では行きましょう。ナックの方ね、前回の引き続きやっていきましょう。難易度はハードです。コンティニュー。よし、じゃあ行きましょう。確か前回、博士たちがねゴブリンのところに行ってですね、そちらでちょっと襲撃を受けて、誘拐されてしまった。いや、揉めてません、揉めてません。うん、大丈夫ですよ。ちょっと皆さんが心配してね、くださって、聞いてきたんですよ。さて、どうなんでしょうね。何も揉んでない。さて、あ、こっからなの？マジか。前回ね、ちょっと見た映像もね、流れると思いますが、もう一回確認してみましょう。戦車はあるんだが、工場らしきものはどこにも見当たらない。そうですね、戦車はここで作られてないな。門が開いてる。どこかで作られてきたものを持ってきたのか。さっさと終わらせて帰りましょう、うん、こうして突っ立ってたところで何か分かると思うんだ。こいつ偉そうにね、いろいろ言ってますけどね、意外とね弱いんですよね、こいつね。監督はコツ、うん、そうそうそう、今日ね初めて来た人もいると思いますからね。安全だと監督はコツということで、ここライムさんいらっしゃいませ。ナック、ルーカス、これがねナックって言うんですよね。本当に入るつもりですか。相手は感づいてますよ。そんなことをお前に言われなくても分かってるよ。うん、怒ってますね。あれが博士、水色の服着てる人ね。でこっちが助手。ああ、うん、このムービーの分だけ戻っちゃったね。見えるな、向こうに。おそらく基地などから盗んできたんだろう。基地から盗んできた。ああ、さて現れました。これがゴブリンの、国の戦車です。もともとね、こういった技術をね、持ってなかったそうなんですよね。急にね、こういったものを作れるようになってしまったんでしょうか。それとも、どこかからね、人間から奪ってきたんでしょうか。何者だ？強そうです。俺の村で何をしている？人間を襲っただろ。ただで済むと思ったのか。おかげさまで。たくさんのレリックやらサンストーン、その他結構なものをいただいたよ。それに思いがけない来客まで。貴様らだけか。十分だ。これいいキャラですね、ゴブリンね。声がいいですね。しかしここにある戦車だが実に素晴らしい。本当バカですよね。傑作だ。一体どこで手に入れたかって、それが知りたいのか。言わんよ。言わんよ。だがそれほど興味があるなら、もっと近くで見せてやろう。あ、危ないってなって、これでね一瞬でねロボットは壊れていくんですね。あまりの弱さに驚きを隠せません、監督でしたね。そしてこのね博士ね、あのロボット開発の人をね、完全に腰が引けております。門を閉めろ。そうですね、アイアンマンのね、あのスタークに似てますよね。さて、どうやら博士たちはですね、ゴブリンの、住むね、ここまあ、町というか、基地みたいな、そうそう、こっからこっから、前回こっからなんですよね。前回ここから、スタートでございます。前回ここで終わったんでね、こっからスタートですよ。じゃあ行きましょう皆さんね、今日も、楽しんでいきましょう。うん、このね、助手は一緒に頑張ってくれるのかな、どうなんだろう。村へ入る道が他にないか探してみよう。ゴブリンの村に入る道他にあるんでしょうかね。あ、ちょっとね聞くんですけど皆さん、音のバランス大丈夫ですか。そして今俺もクナックをやってます。
あ、そうなの。じゃあ一緒に楽しみましょう。ということでコミュニティの参加ありがとうございます。これからもねよろしくお願いします。私はねこちゃんコミュニティで生にさせていただいております。監督です。じゃがいも、あ、音の方は大丈夫？ OK。 うん、じゃがいもさんじゃない、私は監督だ。博士たちが薄い本みたいなことになっちゃう。わかりました、了解です。行きましょう。死ね。 OK。 じゃあ行きましょう。いや、どうやらこっちなんか今までの森と少し違って細い感じですね。これがサンストーンってやつなんですよね。このサンストーンっていうやつをゲットしておくと、必殺技をね使うことができます。今ね左上2つとちょびっとだけねゲージが溜まってると思いますが、あー、なになに、爆弾じゃん。あれ、あの2つ分ね必殺技を打つことができます。まだね3つ目は途中なんで使えないんですよね。だから私はジャンクマンさんとは何も関係がありません。ただあのジャンクマンさんリスナーです。うん、バレーショとかね、あの芋の種類をね言っていくんじゃないよ。一応皆さんの中では、うん、和骨ファンタということでファンタさん固定反応を残していただきありがとうございます。監督しゃぶ今日は皆さん、うん、だからしゃぶりません。私ジャンクマンさんじゃありませんからね。抱っこぐらいならねしてあげてもいいですけどね。ジャンクマンさんはねかたくなに否定してますけど、私は抱っこぐらいならしてあげても。危ない、なんか飛んできた。ちょっとみんなカツオということでカツオさんね固定反応を残していただきありがとうございます。ちょっとなんかブーメランある。オナード関係ないやろ自己完結するんじゃない、2つ使って自己完結をするんじゃない。おっと危ない、なにこれ、戻ってった。危ない、やばいやばい、あかん、戻ってくるよ。あ、やばい、おお、こいつ一発で死なない。ああ、あかん、おい、ふざけとるね。一応ね皆さん分かってると思いますが、タイトルにもある通りね難易度、はい、そうっすね、ステップアウトステップインですよ。やばい、あかん、あかんあかんあかん。実はね難易度ハードの方でプレイしております。一応初見なんですけどね、カジュアルゲームなんでね、難易度 OK。 うん、面白いよ。身をもんたということで疑惑のある固定班の方ありがとうございます。うん、帰ってきました。あ、ということでボックスさんお帰りなさいませ。ご飯から帰ってきたのかな。あ、あそこにまたね、こういうねあの壁にこう光ってるやつあるじゃないですか。これがね宝箱的な感じなんですよね。これを壊すとですね、ナックの、はい、の方が綺麗ですね。そうね、それはあるかもしれないね。うん、まあツイッチでね見ると、一応ねこちらの放送をね同時配信してますんで、ツイッチで見るとですねもう少し画面の方綺麗に見ることができます。まあしかしニコ生でもね十分楽しむことができますし、あのコメントの方 ね皆さんと一緒に盛り上がっていきたい方は、そうそう、よくね言われますよ、ラチェット&クランクとかね、そういったゲーム。あとね、私の中ではね、なんだったっけ、またな忘れちゃった、なんだったっけ、忘れちゃった、怪盗、アナネズミ、なんだったっけ、なんで忘れちゃった。あ、ムービーですね。あ、スライクーパーを思い出します。ラチェクラとかスライクーパーをね思い出しますよ。さて、どうやらこれがスイッチなんでしょうかね。ワココーということでスコールさえいらっしゃいませ。よし、監督アンドンってどういうことですか。ちょっと行きましょう。何これ、ちょっと待って、新しいね。あ、普段は、あ、これ時間制か。このフェンスを見ろ、村には誰も寄せ付けたくないんだな、うん、いやだからお前ついてこいよ。お前、俺ばっかし前に住んでひどいやつですよ。よし、じゃあ行きましょう。なるほどね、じゃあこれが閉じた瞬間に行けばいいのね。行きますよ。たったったった、やばいやばい、おお、危ない危ない。うん、みんなオナード好きすぎ。うん、それね多分あの初めて来た人意味がわからないからね、オナードね、まあ、できればあんまり使ってほしくないっていうのが本音。危ない、何これ、ギリギリ致命傷だった。そうですね、危ないですよ。まあ、しかも HP ほとんどないんでね、これいつ行くんですか。今でしょ、はい、ああ、すいませんでした、申し訳ございません。大声の方を出してしまい、すいませんでした。うん、だからオナードって言われてもわからない人多いから、オナードっていうのはね一応説明させていただくと、ウォーキングデッドっていうね、ゲームの、キャラクターです。オナード関係ないやろ、みんなのお気に入りキャラだから仕方ないさまあね、まあそれはそうなんだけど、うん、やばいやばい、あかんあかん、これはあかん、あかん、ちょっと強い、ちょっとすいません、もうちょっと本気でいきます、すいません。カジュアルゲームだと思って舐めてたらねやられちゃうんですよね。いきます、
慎重にかつ大胆に歩み出そうぜ。内容あらすじの方はね、一応一応あらすじの方はね、うちのコミュニティの詳細にも書いてあるんですが、このナックっていうね、この謎の生き物、積み木がねくっついたようなやつ、これはねレリックっていうね、なんかオナーと関係ないやろ、教育したの。そこハッカーの左に隠し部屋なかったっけ。え、マジで言ってんの。ちょっとじゃあ戻ろうか。あかん。シャッターの左下に隠し部屋あった。すごい。でもダメージ食らっただけじゃん。ちょっとまあいいや、しょうがない。行きますよ。よし、走っていこう。じゃあ行きます。嫌だから先に取ればいいので。すいませんでした。すいませんでした。これね、一応その HP が満タンの状態で取るとね、大事な時には必ず転ぶ。はい、ということで、あの子、大事な時に、必ず転ぶということで、146番さんいらっしゃいませ。そして、先ほどヒントの方ありがとうございました。141番さん、ありがとうございます。そこのシャッターの下に、左の方に隠し部屋があるよということで、ありがとうございます。華麗に散ったとか言わない。いきますよ、慎重に。とりあえず殴る、これ重要ね。了解、わかりました。壊せそうな壁は殴りまくるね。了解。じゃあ、行きましょう、皆さん。ここはね、今日最初の難関ですよ。あ、わかった。こういうことだ。で、こういって、で、パンチ。で、戻る。たっ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 た。俺もそれ気にしながらやってる。あ、そう。やっぱね、隠し部屋全部取りたいもんね。で、なんかね、そのブーストパッチ。危ない。で、ジャンプ。やばい。オッケー。で、避ける。よし。死ね。よし、じゃあ行きましょう。皆さん、だからオナードネタわからない人も多いから気をつけてね。なにこれ。ちょ、開いたよ、開いた。オッケー、隠し宝箱だ。出てこい。なにこれ。コンボメーターパーツ。ごまだれーの、ありがとうございます。なにを、隠してること。隠してることか。今はね、そうだな。プレステ4をね、2台買ったことは隠してますよ。な、これにしましょう。じゃあね、8ットごとに。オッケー、2つ目のパーツゲットしましたよ。おねしょだね。よし、じゃあ行きましょう。なんで私おねしょしてることになってるんだ。バイじゃないよ、なんてこと言うんだ。よし、来ましたよ。よし、あ、こいつ剣使いになった。ちょっと待って、これやばいな。ちょっとこれは結構難しいかもしれんね。赤い、危ない。オッケー。で、やばい、やばい、あーやばい、あかん、食らってもうた。星5いつ出るんでしょうね。誰かがね、星5をゲットしたから私とフレンドになりませんかって言ってきたんですけどね。そうね、確かに。ここから、嘘だろ。ちょっと皆さん、ちょっとこれはあかんことになってますよ。ちょっとマジか、マジかよ。マジか、しょうがない。華麗に散った。こっかららしいよ。オッケー。ゆっくり、ゆっくりガッツ大胆に行かないとね。また村。ちょっと今日は、なかなかの難易度かもしれん。はい、また村ですよ。行くよ。あかん。オッケー。あかん。くっそ、誰かこの野郎。ふざけやがって。延長したくないよ。うん。確かに同じゲームそうなんだ。ということで165番さんいらっしゃいませ。そうね、それバレたらちょっと怒られちゃうから。このゲーム1周で飽きた。まあね、確かにね、1周でね、飽きちゃうかもしれないね。でも1周目こそね、だからこそね、満喫したいわけですよ。皆さんは1周目ちゃんとハードで遊んだんですか？私はそこを聞きたい。どうせ皆さんね、ノーマル難易度でね、これ簡単だなとか言いながらやってみなですよ。違う、なんか忘れ物してる。ここだ。やれるもんならやってみなです。ああ、なんだ、もう取ってるじゃん。マジか、この HP でいくの。しょうがない。おい、ほらほら、イージーとかじゃダメよ。イージーじゃあ、このゲーム。趣味ある縛りでハードやったぞ。またリスナーは追って。
ノーマルでも歯ごたえあるよ。は、ハードでやったし、イージーだけど。言った、笑。あ、じゃあうるさい。でもね、もう大丈夫。今回はもうこれで大丈夫。絶対クリアしてみせるから。はい、わかりました。ご飯の方行ってらっしゃいませ、ふーさんね。行きましょう。おーし、で、飛び越えて。行きますよ。監督なりに考えました。やばい、あかん。持ってない。持ってない。そうか、持ってない人もいるんだよね、そういえばね。まあ、持ってる人はね、一緒に楽しみましょうね。なんか、こんなね、発見しましたよとかね。まあ、ちょっとネタバレすぎるのはね、ちょっと嬉しくないけど。うん。あ、そうなんだ。和骨、easy to dance。あ、easy to dance。easy to dance かな？違うかな？ TRF かな？ということで、ヤギさんいらっしゃいませ。飯カレだったから、飲んだら5分で終わった。マジで？飲むな。ちゃんと噛んで食べなさい。ということで、ハギーさんいらっしゃいませ。だからこれハードだからよ。うん。久々にラスアス動画見てたら、監督おねえ言葉連発で笑ったということでね、ハギーさんいらっしゃいませ。そうね、私ね、あの、時々ね、なんか、あの、おねえ言葉っぽい感じになっちゃうんですよね。私はそういうつもりで言ってないんですけどね。まあ、行きましょう。カレーは飲み物って誰か言ってたよ。それはあの、あれだ、あのデブボットがよく言ってるやつだ。カレー飲むのは甘い、プロは疲る。マジか。なんかね、時々私のね、ツイッターをフォローしている人が、デブボットっていうのがあるんですか？なんかそれをね、リツイートしてるんですよ。うん。で、それではね、なんかカレーは飲むものとか言ってましたけど、それを超える人も現れましたね。疲るものだと。マジで？そんなの、本当かな。ということで、最果てさんいらっしゃいませ。和合監督ということでね、ありがとうございます。鉛入ったらね、挨拶の方していただきありがとうございます。すいません。じゃあ行きましょう。何これ、ちょっと待って、みんなどう行くこれ。監督、間違えたグッピカーに近づいちゃった。なになに、ちょっと待って、3つあった、あかん、ああ、何、すみませんでした。この男塾にありそうな罠、笑わない。俺だったら引き返す。ちょ、くそ。ということで、監督間違えた、クリッカーに近づいちゃったとか言ってました。初見殺し、ああ、よくあるよね。そったるが初見殺し、ひどい話ですよ。ゴブリンのくせに、ね、ここですよ。お風呂に入りたかったのね。ねえ、オッケー。で、これでいいんだよね。よし、行きましたよ。やっと先に進めそうです。これなんだろう。ちょっと待って、これ何？みんなちょっとドキドキする。ちょっとみんなドキドキしちゃうよ、これ。どうするのこれ。よし、ちょっと行ってみようか。ゴブリンだったらね、もう少しね、堂々と戦ってほしいですよね。じゃあ行きますよ。あいつら。あいつら頭いいぞ、これ。ちょっと待ってくれ。あいつら頭いいぞ、ちょっと待てよ。こっちか、こういうこと？ OK。ちょっと待てよ。なかなか頭いいけどね、ナックにかかれば、おや、あ、くそ。くそー、こんな罠に。くそ。すいません。知ってたから面白かったわ、今の。わらわら。ごめん、今です。早速引っかかった。うるさい。今なんて言った？うるさい。よし、落ちなし。よし、行こう。落ちません。私はもう落ちませんよ。よし、行きますよ。慎重にかつ大胆に。歩み出そうぜですよ。オッケー。これ壊せないのかな？くそ、壊せないのか。よし、じゃあこっちから行こうかな。ねえ、わらわら。うるさい。しょうがない。でも面白いね、やっぱね。こういうのがね、好きなんですよ、私は。いきます。あ、ここにストーンがある。危ない。あかん。よし。あ、避けて。よし、オッケー。行こう。あ、くそが、もう。ジャンプ。オッケー、ナイスパンチ。よかった。ブラリーマンがいますね、あそこにね。あ、なにこれ。宝箱があるよ。で、ジャンプして避けて。もう一発。ジャンプして避けて。あかん。ちょ、見えんとこから攻撃とか卑怯よ、こいつ。オッケー。
やっと倒した。ブラリーマンを倒しました。ジャンプアタックは威力低いからね。あ、そうなんだ。ジャンプアタックは威力が低いんだ。知らなかった。これは宝箱かな。ちょっと開けてみましょう。皆さん何が入ってるんでしょうね。なんだ、オッケー、大きくなるやつだ。全然大きくならん。ちょっと待ってくれ。ハードハード難易度のせい。これ多分これね、ハード難易度だからこんなにね大きくなる率がね少ないんだと思いますよ。まあしょうがない、行ってみましょう。あ、見て見て、奥の方にすごい綺麗な湖がある。ちょっと見てみましょう。ガリガリとか言わない。あ、見て見て、すごい。あ、景色はいいのにゴブリンがいっぱいいる。うわ、めっちゃムキムキ。え、何する気。ちょっとちょっと、あかんあかん、あかんあかん、あかんあかん。オッケー、ナイスパンチ。オッケー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 、ナイスナイスナイス。ちょっと必殺技はねちょっと、だいぶ使っちゃいましたけどね。しかもね、見てこれ、さっきね見たかった湖がねなんと見えないという。最悪。ちょっとまで湖が見たいんだっつうのよ。ちょっとおいおい、悲しい時、ああマジかよ。使ったのにやられた時ノット。ああマジか。まあいいや、しょうがない、行くか。さて行きましょう。おっと、こんなの余裕ですよ。あ、嘘だろ、ちょっと待って。マジか。ちょ、ドンキーコング的なギミックでしたね今のね。ちょっと待って、新しい種類の敵がいる。新しい種類の、世の中そんなに甘くない。これ現実。余裕？なんかなんて？余裕見ました。閉まらないな。笑。え、ちょ待てよ。どっかに隠し扉があるときだ。どうだ？見つけたぞ。よし行こう。なんだこれは？お、なんだこれ？シークレット。あ、見て。私のフレンドはまだ誰も見つけてないものを見つけましたよ。皆さんもね、ぜひね、生主さんがね、これをやってて。卵のその隣、杯酒。何を言っているんだ。パチパチパチ。ということで、竹立てかけたかった加藤隆さんいらっしゃいませ。なぜ漢文を打ってるんですか皆さん。最近は漢文が人気なんですか、コメントの方で。よし、じゃあ行きましょう。ぼっちだからフレンドなんて。だったら私とフレンドになればいいじゃないですか。何言ってるんですか。そのために私いるようなもんですからね。おっと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 。で、おっ、あかん。オッケー、ナイスパンチ。あば、あかんでー、パンチパンチパンチ。オッケー、新種のゴブリンも倒しましたよ。なんかね、ちょっとね、あの鳥山明先生とかが描きそうな敵のグラフィックですよね、本当に。前もね、なんか、勝手に求めておいてください。いきましょう。いやいや、それでいいんですよ。それでそっからね広がっていきますから。もし私がねコーププレイとかするじゃないですか、皆さんでね。そしたら私のね、なんていうの、私と一緒に遊んでるフレンドの人とまたフレンドになればいいんじゃないですかね。そしたらみんなね楽しめますから、いろんなことでね。よし、あん、また投げてきた。なんかちょっと行きましょう。まあ、そういったタイトル出たらいいですね、皆さんで一緒にね楽しめるような。やっぱこれを繰り返す。するとそしたらもうあれですよ、ネズミコウバリのスピードで。いろんなことじゃないけど、まあその楽しめるじゃないですか、いろいろね。これからプレステ4も出てくると思う。オッケーオッケー。永久期間ですよ。そうそう、その通り。どんどんブロックされるね。なんでブロックされんだよ。ちょっとオフ会は監督な、そんなこと期待してんの。だから私はオフ会はしませんけど、まあね、まあそういうのやりたいんだったらね、リスナーさん同士でやってもいいですよ。プレイステーションビータってどのくらいやりますか。私がってこと。ビータどれぐらいやるってどういうこと。そのああかん。ビータをどのぐらいやるってどういうこと。ソフトをどれぐらい持ってるってこと。ちょっと待てよ、行きますよ。あかん。オッケー、やばい、まだか。あかん。オッケー、ナイスパンチ。プレイステーションビーターでどれぐらいやりますかっていうのはどういう意味の質問ですか。プレイステーションビーターをどれぐらい持ってますかってこと、ソフト。それとも、どれぐらいの頻度で放送しますかってこと。それはあのクッシーさんです、うちのリスナーです、しょうがありません。
相当ハマったんでしょうけど、私はいまいちなんですけどね。しょうがないけどね。頑張れオナード。なんでや、オナード関係ないやろ。でやな、オナード関係ないな。よし行こう。ジャンプジャンプ。あら、あ、もうまただ。マジかよ。よし、しょうがない。あかん。よし、距離取って。パンチ。そう、オナードシリーズ多すぎるんですよ。私が嫌がったからだと思いますけどね。多分私が嫌がったからそれでなんか調子乗ってみんな作っちゃったんですよ。よし、それも作ったんですか。すごいです。あかん。オナード、わらわら誕生の瞬間見てたわ。わらわらガチで読み間違えしてたからな、わら。ウッシーさんどんだけ教育したんだ、わら。俺の顔でかいからや。違う、ビッグフェイさんは関係ないと思いますけど、まあね、うちの放送で結構いろんなね、あの、まあ、なんか神回的な放送も時々あるんですけど、まあ、そういったね、放送を見たい方はね、YouTube の方でね、タイムシフト動画の方を残しておりますんで、やっかん、やばい、また、くそが、もうこれ以上はやりたくない、ここ。あかん、危ない。まあ、オナードが出てくる回が見たい人はね、ウォーキングデッドを見てください。農業は神回だったけど、あれ残せれなかったんだよね。それが悲しい。いくよ。神回なんかありましたっけ？うん、時々あるんですよ。時々、本当に時々だけどね。そんなにしょっちゅうはないけど。まあ、毎回神回とかだったら、それは盛り上がりますけどね。まあ、神回っていうぐらいですから、そこまでね、頻度は多くないと思いますけどね。あれ、マジか、ないのか。これ、体力、あ、いつの間にか満タンになってる。すごい。じゃあ行きましょう。こっちか、あー、見て見て、これ、何？懐かしいね、農業ね。うん、神々監督、和子トークということで、小手半博さんいらっしゃいません。行きましょう。いや、駅前ここ通れんの、あいつ。放送は神回でしたね。ね、それ私じゃないですし、それあれでしょう、あの人でしょう、なんて名前か忘れちゃったよ。ニコ生の人ですよね。なんか増えてる。まあ、私もニコ生の人なんですけど。ヒロ、モンだ。モン。戦車はいないようだ。マジで。ああ、けどゴブリンが大勢で守ってる。しかも強そうだ。うん。まあな、考えたんだけど。うんうん。レリックを集めるより。この折れたつららを身につけた方が一気に大きくなれるんじゃないか。マジでそんなことできるの。博士ならそんなの不可能だっていうね。胸の大振り秘められたエネルギーはレリックの超高密物質とのみ作用し合うんだ。喋れるのか。博士ならね、強そうやったね。でも僕はそうですよ、やるんだ。失うものはない。うん。え、これも、え、できるかな。何も起きない。そういうこと。本当にらしいね、書いてありました、ね、それじゃあ、お、え、お、動き出した、動き出した。マジで、ちょ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 、いいね。おお、でかくなったよ。ゾクゾクするな。もっと取ってくるか。え、ちょっと待って、ちょっと待って、大きくなったよこれ。ちょっとちょっと、なんでもありかよ。あ、まあ、氷の洞窟、もう何でもありになっちゃいました。妖怪になった。微妙、笑。うん、微妙、まあ、それは言うな。ちょっと見た目のね、かっこ悪さ言うんじゃない。うるさい、イボイボになってもいいんだ、かっこよければいいんだ、いや強ければいいんだ。行きましょう、氷の洞窟の方に。うん、なぜあなたがそうだった。ゴブリンに気をつけろ。了解。よし、虫眼鏡で。じゃ、これを集めてくるのかな。何かいっぱい刺さってるが大丈夫か。わら、アレルギーかな。つらららしいよ。うん、ナマコとか言うな。つらららしいよこれ。可愛さ大幅ダウン。いや、これね、今日はね、あ、これでいいの。あ、これもしかしてめちゃでかくなるんじゃないこれ。いや、今ね、私大の大冒険に出てきたね、やつを思い出しました。ちょっとね、氷魔人みたいなやつね。うん、そうね、確かに氷だからね。あ、これはダメなの、黄色やつ。あ、すごい。HP がね、なんか水色、ちょっと濃いめの水色と、あの薄い水色ね、あのみんな見えるゲージ。私はでかくならないけど、あの左上のゲージ見て、ゲージ、濃いめの水色と薄めの水色で2つゲージがあるよね。
これはもしかしたら急激に強くなるかもしれないよ。和骨なんだ。ということで、イコマンサイのしもさ。右半分が海面体。関係ない。ちょっと待って。なんてこと言うんだ。皆さん下ネタが過ぎますよ。大丈夫ですか。いきます。あかん。めっちゃ弱い。弱。めっちゃ弱いやんけ。え？体力は左のまま。いや、ちょっとだけ。やっぱ体力増えてる。壊れやすいけどね。壊れやすいけどね。よし。でもダメージを食らわなかったら多分相当強い。いや確かに似てるけど違う。なくなく。ちょっと待ってよ。いきますよ。これ落ちたら多分死んじゃいますからね。気をつけましょう。こっちだこっちだい。おっとっとっと。滑らないぞということね。いきましょう。まあそうね確かに。じゃあどうしよう。まあでもしょうがないよね。筋肉だるまに針刺したらしぼむ感じで気分だな。初見良い声ですね。ゲイですか？そこの下に隠しアイテムが。ということで初見良い声ですね。ゲイですか？ということで293番サイルしません。ゲイじゃありません。ゲイじゃありませんし、ちょっと一瞬で私今このぐらいになったことに対してビビっております。何なんですかあれは。一撃必殺ですか？聞いてませんよ。よし行きましょう。マジか。せっかく強そうな見た目になったのに意外と弱いんですかねこれ。HP あった。でもこれか。わら。そうみたいな。やっぱハード難易度ハードはそれだけのね理由がありました。ステージ行けるってオナードが言ってた。あのゴブリン曲まことやってるな。うるさい。曲真やってる。そうか。そうかもしれない。ということで初見さんいらっしゃいませ。今日はねナックっていうゲームの方ね、やっております。非常にね興味深い作品ですよね。風呂行ってきますよね。パンハムさんいらっしゃいませ。初見ということで、303番さんもいらっしゃいませ。行け。危ない。爆発。オッケーオッケー。なんでや。あ、わかりました。ご飯の方を食べてきてください。じゃあ初見でということで初見さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。これゲージマックスになったらどう？これマジ面白いよね。面白い。ということで308番さんいらっしゃいませ。なんかね、結構ね。もともとやる前まではカジュアルゲームだとか そんなに面白くないとかそういうなんて言うんだろうな、掲示板なんかでそういう情報を見てたんでどんなもんなんだろうなと思ってたんですけど、いやそうなんですよね。プレステ4の配信っていうことでまあなんて言うんですかね、ナックはクリアしましたよ。あ本当に頑張ったね。すごいね。私はね難易度ハードで今やってますから、皆さんもぜひ難易度ハードでもう一度挑戦してみてはいかがでしょうかね。クリアした方はね、プレステ4で一番慣れてるソフトはナックらしい。わらわら32万本わらわら。サクサク進めていい、なんて言うんだろう、プレステ4でナックが一番売れているのはそれは同音版があるからです。それだからです。多分そういうことだと思いますよ。よし、次はファイナルファンタジーのライトニングリターンズですかね。あちらのタイトル、もう少しで100万本売れらしいですよ全世界でね。非常に健闘してるみたいですね。まあファイファンのナンバリングタイトルじゃないにもかかわらず、まあファイファンのね関連ソフトとしてはなかなか頑張ってるんじゃないでしょうかねっていう記事を見ました。いきましょう。なんか滑り台みたいになってる。楽しい。おしで、これ満タンにしたらなんかいいことありそう。すっげえ中二っぽい名前だから。ライトニングリターンでしょうがないでしょ。ライトニングさんの話なんですから。ファイファンだから FF のことですよ。皆さんの言う FF、 私にとってはファイファン。よし、オッケー。一撃です。監督はファイファンとか、なんかちょっともう原型をとどめてないよ。でかい。超絶デカス。ちょっと待ってこれ。かわいくない。かわいくない。こんなのナックじゃねえ。みんな見えてるこれ。これこんなんなっちゃった。怖くないからやり直し。何こいつ。わら、怪物だ。わらわら、いかついな。わら、何のゲームだよ。いかすぎる。わらわら、西日本はファイファン派多いのかな。若干ソニックっぽい。いやファイファンって呼ぶ人多いよ。あ、そうね。俺は監督。わこー。そうですね。わらわら、俺は監督。わこーということで、パンダさんと、そして、329番さんいらっしゃいませ。
プレステ4のね、ニコニコ生放送対応は、3月の半ば頃になるとのことですよ。うん。モンスターズインク。ああ、でもモンスターズインクとか、ピクサーのね、そういったゲー、あ、ピクサー、危ない。やばい。モンスター、モンスターズインク、ピクサーのゲームに似てますよね。このぐらいプレステ3じゃ無理。ああ、わからんけど、なんていうの、今みんなが見てる画像のレベル、みんなが今見てるレベルだったら多分いけるんだと思うんですけど、そのね、テレビ、HDMI 出力のテレビでは多分ね、無理なんだと思いますよ。なんとなくそんな気がします。あ、なんかまた手に入ったよ。そうそう、これね、直接配信してない。あー、プレステ3とプレステ4。トゥームレイダースじゃないよ。トゥームレイダーだ。エンジンが1から開発した特別なもの。あ、でもね、やっぱその、色とか、あとグラフィックの影とか発色具合なんかはなんかプレステ3じゃ結構違う、プレステ3となんか違う気がする。うん、全然ダメだこれ。影は違うってレビューでも書いてあったわ。あ、そうなんだ。影はすごい違うって感じます、見てる感じはね、プレイしてて。あと、うん、あ、そうね、確かに一気にクリアしたのかな。行きましょう。まあでもやっぱローンチタイトルがねそんなになかったんで、こちらのゲームもね、まあ、とりあえずやってみようっていう人はね多いと思いますよ。あ、そうなんだ。ということで343番さんいらっしゃいませ。影の自動生成がハードウェア的に対応した。そうなんだ、うん、あ、そうなんだ、やっぱそうなんですね。なんか見てるだけでもなんかこう表現がすごい、まあ、リアルというか美しくなりましたよね。うん、今までのもまあ綺麗だったんですけど、なんかリアルさとかそういったものとは、あかん、来た、あかん、行くよ、よし、オッケー。でかくなったんで結構一応倒せるようになってきましたね。よし、じゃあ行きますよ。っていうか、ジョシュはフレンスを撃たないよ、いいの。な、日本語を喋りなさい、皆さん。うん、ツイッチで見たらもっと綺麗に見えるよ。あ、そうなの、うん、忘れちゃってた。ごめんなさい。な、なんか来たよ。ちょ、まずい、まずい、まずい、あかん、あかん、あかん、あ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 、びっくりした。よし、行こう。あかん、滑って前に進めれん。オッケー、おっしゃ。ああ、そうね、まあでもやっぱそういったタイトルも出ると思うけどね。やっぱし MMO タイトル、要するにマルチオンラインタイトルは結構出るみたいですよ。まあでもね、そればっかしじゃないと、そればっかしではないと思いますけどね。やばい、あぶね、あぶね、ギリギリ届いた。ゴリラって言わないということで、350万さんいらっしゃいませ。うん、なんて言うんだろうね、プレステ4はプレステ3みたいな鉄砲の打ち合いタイトル。あ、それってどういうことだろう。BO2 とかのことかな。うん、バトルフィールドとか、まあ、まあ結構もう出ちゃってますけどね。うん、やっぱしね、やっぱお金をね、ソフト会社がね、稼ぐのがね、難しくなってるんですよね。うん、いや、試してない。まだね、私、無線なんで。よいしょ。物音がすでにやばいほど綺麗なんだけど、まだまだ綺麗なゲーム出るんだろうね。うん、そうね、まだだって、初めの年だもん。1年目からこの機械をね、その使いこなしたソフトは出ないんじゃないかな。やっぱ2年かぐらいはかかるって言うからね、ハード出たらね、新しいハード。というで、コミュニティの登録ありがとうございます。うん。まあ、性能アップしたおかげに使えるみたいな。あ、そうなんだ。楽しみね、じゃあね、キルゾーンとかね、期待してる方は。え？フレンズを打たないとダメなの。だから、日本語を喋りなさい、皆さん。どうしたんですか今日。皆さんどうされでしょう。横に なりながらキーボード打ってるんでしょう。まあいいでしょう。いや、聞きたくなるよ、私だって。ちょっと待ってよ、わらわら、いきますよ。ゲームの開発環境が開発しやすいものが新でプレステ4は、あかん、日本語で OK、わらわら、あかん、POE、あかん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 、OK、OK、ギリギリセーフ。
危なかった。よし、いいぞいいぞ、いい感じいい感じ。結構わら、ジュアース監督ジュアース監督ということで、ディーンさんいらっしゃいませ。いきましょう。あ、いいね。中身はアムド社のパソコンパーツばっかりだから、プクソフトの経験が活かしやすいらしいね。うん、そうね、そういう話をしてる人多かったですけど ね、私もね、詳しいことはね、私もね、詳しいことはわからないんですけど、危ない。和芸が 1080p の 64 フプスで切るんだから相当楽なんだろうね。和芸が 1080p の 64fps できるんだから相当楽なんだろうね。うん、そうなんだ。ということで飯落ちたということでね、ご飯の方行ってらっしゃいませ。和芸で 1080p の 64fps 何のことだ。和芸でそんなやつ出てたっけ。出てる、もうそんなの。これ絶対崩れるやつじゃね。ちょっと待てよ、これ崩れるやつじゃないか。大丈夫か、行ってみよう。あっ、あかん、あかん、あぶない、ああ、あかん、ちょ、危ない、危なかった。そんなタイトル出てた ?1080p の 64fps なんて。あ、バトルイールドか、なるほど。OK、また見つけちゃいましたよ、皆さん。皆さんがね、ヒントを言わなくても、私監督、簡単に見つけることができるようになってきましたよ。これはレアそうだ。なんでだ、レア度1、なんなんだ、これは。ふざけたレア度ですね。レア度2。敵に攻撃をヒットすると、ん、うん、和芸じゃない、バトルフィード4って和芸か和芸か、バトルフィードどこ開発、バトルフィードって販売だけが和芸なんじゃないの。あれ違うかな。あんまり FPS 系のゲームとか、あの銃を撃ちまくるゲームはね、あんまりやらないんで、どこ開発かまでは把握してないところがあるんですけど。いいえ、全然いいえかよ、全然和芸じゃねえじゃないか。あ、無双か、無双は光栄か。うん、和骨ということで376万さんいらっしゃいませ。そうか、光栄さんが、あ、そうか、光栄は信長を出してるもんね。そういえばね、行こう。あかん、これあかんやつ。マイクに向かって歌う花が曲に合わせて踊る。監督息してる？監督の胸が測ったの？本当？息してますよ。ということで378番さんいらっしゃいませ。376番さんいらっしゃいませ。監督の胸買ったの？ということで379番さんいらっしゃいませ。そうですよ、信長買ってます、持ってますよ、もちろんです。ということで、ふうさんお帰りなさいませ。ステーキマジか、いいな、ステーキいいなご飯からお帰りなさいませ。うん、信長買いましたよ。信長の野望創世ってやつ買いました。あれ、なんかこいつでかくなってるな。アップで見るとひどいな。そうそうそう、アップで見るとひどいなとか言わない。かっこいいでしょこれ。いいね、よし。あのね、信長のね、あのソフト増えてほしい。そうそう、プレステ4よ。うん、ということで1000歳いらっしゃいませ。ソフト増えてほしいな早く、ということで。まあね、ソフト増えてほしいってのはもちろん皆さんの期待もあると思うんですけどね。そうそう、意外になっちゃった。これね、氷のつららみたいなやつをね、全部体の周りにつけてるんですよね。まあ、なんか応急処置的な感じなんですよ、うん、それは言っちゃダメだ。あかん、あかん、あかん、オッケーオッケー。相当強くなった、うん、あ、そうなんだ、スカイリムオンラインね、英語版だけしかないんだね。強くなったね、だいぶね。まあ私はね、スカイリムオンラインもまあ楽しめてる人はね、いっぱいいると思うんですけど、今度ね、あのSD ガンダムSD ガンダム懐かしいね、みんな知ってるんだ SD ガンダムなんでそこで福山雅治だ。君をずっと、あ、君、君をずっと幸せに、スカイリムとかオンラインにしたら勝ちがないような、風にそっと歌うよ、うーやということで、スカイリムとかオンラインにしたら勝ちがない。あ、そっか。スカイリムオンラインね。おっしゃ。いくよ。あかん。あかん。なんだこれ。すいませんでした。やめてください。そういう、あ、くそ、やばい、これはやばいやつだ、やばいやつだ。すいませんでした。マジか、あかんかん、あかんかんかん、あれがない、ついてない、ちょっとあかんやつやこれ。
ちょっと本気出すよ。ちょっとここ本気出さにはクリアできんかもしれん。ん？あとはウィッチャー3。あ、ウィッチャー3か。なるほどね。ちょっと待って、キングダムなんとかってやつが今度出るのよ。それが面白そうだからみんなやってみたらどう？よいしょ。プレステでは出る予定はない。確か。パソコンで出る。今度。ちょっと待って、あかーん、あかーん、あかーん、危ない。よしよしよし。この2匹だ、あとは。慎重に行こう。死ね。オッケー、ナイスパンチ。オッケーオッケー、クリアしましたよ。まだ出たー。ちょステップアウト、ステップイン。オッケー、ナイスパンチ、ナイスパンチ。オッケーです。ちょっとね、大変難しさがアップしてきましたんで、相当焦りましたけどね。一応クリアの方はいたしましたよ。ステップアウト、ステップイン、久々に使いましたから、ね、うまくいきましたすいませんでした。言葉の方ね、注意していきます。すいませんでした。うん、オナードじゃなくて監督ね。よし、行きましょう。隠れて隠れて。ディープダウンみんな大丈夫かな。なんかドラゴンズドグマみたいになりそうだから、うん、買わない。隠し。あ、そうなんだ。隠しありそう？本当かな？花ほじ。花ほじということで、いつもながら花ほじながらのご来場ありがとうございます。407番さんいらっしゃいませ。あれねえな。騙されたかまた。ディープダウンは基本無料ゲーなんやけどね。うん、らしいね。うん、なんか私が思ってたゲームとは少し違うかもしれない。騙され監督か、これやられちったか、まだ畜生。まあいいや、行きましょう。行きますよ。パンチ、ジャンプ、横、オッケー、ナイス、ジャンプ、オッケー、ナイスパンチ、オッケー、いいね、いいね、だいぶ進んだね。よし、で、ここら辺に隠しがあるのかな。ないね。ちょっと隠しがあるって聞くとここら辺にあるのかと思ってずっと探してしまう私がいる。うん、ということで、監督和骨です。ということで、ヤックルさんいらっしゃいませ。今日はね、7時半から9時まで一応ね延長してます。違うな、9時半までか。でもカプコンだからな。あれ、私何時まで。課金武器とかは出しそうな気がする。9時半かな。あと1時間だから。あ、わかりました。パンダさんお疲れ様でした。楽しんでてください。ね、9時半かな。9時半まで配信予定です。もしかしたら30分ぐらいはね、延長するかもしれません。行きましょう。おっ、あかん、あかんやつや。あれ当たるとね、相当痛手を食らうんでね。慎重に行きましょう。OK。OK、ナイスパンチ。PM？ もちろん PM だ。何を言ってんだ。 AM9 時まで放送したらえらいことになるだろう。よし、行きますよ。ここ壊れるんで走っていく。 OK、 いいね、ナイス。そろそろゴブリンの村に到着するんじゃないかな。っていうか離れすぎじゃないか。今のところ戦闘でやられた時アイテム落とさない課金とかそんならしい。へえ、そうなんだ。ディープダウンね、どんな感じになるかわかんないですけど、まあちょっと期待してます。なんか思ってたゲームとは違う感じらしいですね。その私はそのダクソとかそういった系統のゲームなのかなと思ってたりしたんですけど、ちょっと違うみたいですね。これからの情報に期待だね。そうね、その通り、その通り。壊してきて誰がついてこれるんですか。いや、だからさっきからね、助手がついてきてないのが気になるんですよね。まあディープダウンもね気になるけどね、サイコブレイクも気になるよね、やっぱしね。よし、じゃあ行こうか。